どうも、皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、美容師が絶対にやらないことについて紹介します。はい、ということで、前回早く乾かすことについてちょっと紹介させてもらいました。で、前回の続きみたいというか、ちょっとこう深掘りしたところまで今日はお伝えできればなと思ってます。で、今日のテーマが、その美容師が絶対やらないことについてちょっと紹介するんですけど、髪の毛に対して、コームだったりとか、あとブラシで結構溶かすかなと思うんですけど、その溶かすことについてまずちょっと紹介させていただくんですけど、美容師は、溶かす、カットするときとかでも絶対溶かすし、シャンプーの後とかでも溶かしたりとかするんですけど、基本的に無理やりは絶対溶かしません。お客様の髪の毛なんで、100% そんなことはしないんですけど、でも自分でやるときって結構絡まったりとかしたら、結構無理やりガガッと溶かしませんかね。結構溶かす方多いかなと思うんですよ。朝とか起きるときボサボサだったりとかで溶かしたりとか、あと乾かしてるときに絡まったりとかして溶かしたりとかすると思うんですけど、基本的に無理やり溶かすのは絶対やめてください。なぜかというと、髪の毛のそのキューティクルって、表面を覆ってる膜みたいな、鱗状のやつがあるんですけど、あれがすごく傷ついてしまったりとかして、それが傷つくことによって、切れ毛だったりとか、枝毛の原因になったりとか、あとは、その栄養分、髪の毛の中の栄養分が結構抜け落ちてしまう恐れがあるので、なるべく溶かすときは、優しく、丁寧に溶かすことを心がけてください。で、溶かすときなんですけど、根元の方からこう無理やり溶かすのではなくて、毛先、中間、根元の順で優しく溶かすことがおすすめです。そうしないと結構絡まりが取れにくかったりとかすると思うんで、結構ね、皆さんこう、よく絡まりやすい方とかだったら、こう溶かしていったときに、もうガガッと一回言うたら引っかかって、で、もうそのまま無理やりこう、根元の方から無理やりガシガシやったりとかするっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、それやると、ダメージ出るのと、あと絶対溶けないです。めちゃくちゃ時間かかったりとか、あと痛かったりとかするので、なので、毛先の方から優しくちょっとこう、少しこう、ほどいていくような感じでやってあげると、案外結構簡単にほどけます。引っかかりとかも結構取れてくれるかなと思うので、毛先の方から優しくやるように心がけてください。で、やるときも、こんなに、こう、なんていうんですかね、こういう櫛、こう目が細かいやつですね、こういうやつでやるとかなり傷んできたりとかするので、しかも溶けづらいと思うので、なるべくこういうふうに目の粗い櫛だったりとか、ブラシで溶かすようにしてください。それで、特に、やっぱり濡れてるときっていうのは髪の毛だいぶ繊細な状態になってるので、濡れてるときはより繊細にやるようにしてください。で、次に、タオルですね。タオルドライ。これ、めちゃくちゃしっかりする、した方がいいと、めちゃくちゃ大事っていうことを、前回もちょっとお伝えさせてもらったんですけど、これをしっかりやることによって、早く乾きます。これはもう絶対的に間違いなく乾きます。なので、タオルドライは本当に入念にしっかりとやってください。で、前回も2つぐらい使ってあげると、ね、2枚使ってあげると結構早く乾くってことをお伝えしたので、乾きづらい人は絶対2枚使うようにしてください。ハンドタオルとかで全然大丈夫かなと思います。で、このタオルドライするときも、もう根元の方をガシガシやったりとか、するのではなくて、頭皮をこう抑えるような感じ、水分をこう拭ってあげるような感じで、取ってあげる。で、ある程度その取れたら少しこう揉むような感じでやってもらってもいいかなと思うんですけど、基本的には最初はこう抑えて水分を取るような感じにしてください。で、特にこう髪の毛、中間、毛先に関してもそうですね、ゴシゴシしてあげる、こうゴシゴシすると、本当にさっき言ったようにキューティクルが剥がれ落ちてしまったりとかしてしまうと、本当に栄養分だったりとかがなくなってしまうので、本当にパサつきだったりとか乾燥の原因になるので、髪の毛も優しく覆いかぶすような感じでやってあげるとベストかなと思います。で、本当にお風呂上がりもそうだし、で、それでタオルが結構ベタベタになるじゃないですか。ビチャビチャになったりするじゃないですか。でも水分まだ取れてないってなったら、濡れてるタオルでやってもあんまり意味がないので、もう一枚乾いたタオルで、やってあげると、より、水分もしっかりと吸ってくれるので、早く乾いてくれます。
なのでタオルを2枚使って、で根元は、根元もこう水分を拭って取ってあげるような感じで、毛先もこう押さえて、優しく押さえて水分を取ってあげるような感じにしてあげるとベストかなと思うので、タオルドライもしっかりやるようにしてください。次にドライヤー、これについて言います。でドライヤーを使わない人もいらっしゃるかなと思うんですけど、基本的に絶対やめてください。絶対ドライヤーを使って乾かした方が、確実にいいので。で乾かさない人もいるし、ちょっと半乾き、生乾きっていうんですかね、その状態で寝る人も結構多いかなと思うんですけど、基本的にその状態で寝ると、枕と言ったらその濡れた髪の毛がこう接触して寝るわけじゃないですか。で、そうなるとどうなるかって言ったら、ちょっとまあ不衛生な状態になりますよね、枕が。なるんですけど、そうするとどうなるかって言ったら、頭皮って一応菌がいるんですよ。で、その菌が、不衛生な状態だと菌ってこう繁殖しますよね。バーッと増えてくるんですけど、そうなると、頭皮に、言ったら、頭皮に菌がいるので、そこがバーッと菌が増えてくるんですよ。ってなると、頭皮がちょっと異常って感じてきて、皮脂を結構、ブワーッと出してきたりするんですね。夕方とかになると、こう、頭皮するそうだったら、僕だけかもしれないけど、ちょっとこう、ベタッとするというか、油分があるなっていうのがこう、さわさわ出てくるんですけど、その状態が、結構ベタベタになってしまう状態になってしまいます。で、そうなるとどうなるかって言ったら、また毛穴にその油分が結構入り込んでしまって、詰まる原因にもなるんですね。で、そうすると、言ったら血行が悪くなったりとか、して、その髪の毛のこのヘアサイクルっていうのがあるんですけど、それが、うまく機能しなくなる。そうなると髪の毛が綺麗に生えてこなかったりとか、あとまた抜け毛の原因だったりとか、で、髪の毛が細くなる原因にもちょっと繋がるかなと思うので、なるべくこうしっかりと乾かして、で、菌がもう正常な状態になるように、しっかりと根元をしっかりと乾かして、やってあげると、その余分な油分も出てこないし、菌も繁殖しないので、頭皮のトラブルっていうのも、少なくなるかなと思います。それによってね、かゆみが出たりとか炎症が出たりとか、あと本当にさっき言った抜け毛が結構できてきたりとかしたり、あと最悪の場合、最悪の場合っていうか、あとその匂い、頭皮の匂いが気になるっていう方も結構いらっしゃるんですけど、そういう方、そういう原因にもつながるので、なるべくしっかりと乾かしてください。結構めんどくさいんですけどね。もうそのためにさっきのそのタオルドライも結構重要になってくるかなと思うので、しっかりとタオルドライもして、ドライヤーで乾かすようにしてください。で、毛先とか中間とか毛先の部分もしっかりと乾かさないと、ここもさっき言ったようなキューティクルが剥がれてしまう原因にもなるので、そうなると、ダメージが進行したり乾燥パサつきの原因になってしまうので、しっかりとそこも乾かすように、めんどくさいんですけどね、やってください。そのためにもさっき言ってたタオルドライ本当に重要なんで、一番めんどくさいと思うんですよ、本当にタオルドライやるのは。なんですけど、これことをしっかりやることによって、全然乾きも早くなるので、しっかりと、ドライヤーもタオルドライもやるようにしてください。で、最後にちょっと余談なんですけど、ヘアアイロンとかストレートアイロンを使う方って結構いらっしゃるかなと思うんですけど、この温度って皆さん何度でやってるかなって思うんですけど、結構180度とか200度近くでやってる方って結構いらっしゃるかなと思うんですけど、基本的に絶対それはやめてください。で、なぜかというと、もう140度以上になると髪の毛の、髪の毛ってタンパク質でできてるんですけど、それが、タンパク変性って言って、ちょっとね、タンパク質が固まります。で、それになるとどうなるかってなると、固まったりとかして、パーマとかかけてる方は結構あれかなと思うんですけど、デジタルパーマとか。髪の毛が硬くなって、ちょっとね、潤いがなくなったっていう方って結構いらっしゃるかなと。アイロンかけてやってる人も、潤いがなくなった、硬くなって潤いがなくなったっていう方っていらっしゃるかなと思うんですけど、そういう方って基本的にそのタンパク変性っていうのが起きてます。起きてるっていうか、タンパク質がちょっと形が変わってしまう、固まってしまって変性を起こしてしまう状態になるので、そうなると髪の毛ってもう戻りません。どちらかと言ったら、その硬くなったまんま、潤いがなくなったまんまの状態になります。
そうすると結構厄介で、美容院だったりとかして、まあカラーだったりとか、トリートメントとか入れて、で、それでちょっと一旦は良くなったかなって思うんですけど、また抜けてきたらまたパサつきの原因になったりとか、なってしまうので、なるべく僕個人的には140度以下で巻くようにしてください。ストレートアイロンもそうです。じゃあ、それじゃ伸びないよっていう方っていらっしゃるかなと思うんですけど、なるべくですけど、その、取る幅ですね、巻く幅とかをちょっと細めにしてあげると結構案外伸びたりとかカールが結構ついたりもするので、少しめんどくさいんですけど、ちょっと細くして140度以下でやってください。140度以下だったらタンパク変性起きづらいって一応言われてます。まあ 100% 起きないかって言ったらちょっとわからないんですけど、まあ、基本的に140度以下、美容師とかでもだいぶ、低い温度で巻いてます、お客様の髪の毛は。なので、絶対にその以下でやって、で、やるようにしてください。で、それでも後がつかないよってなったら、本当に10度ずつ、ちょっとずつ上げていただいて。で、まあ、なるべく140度以下、140度までマックスって考えてもらって、やってあげると、多分、それで結構、皆さん伸びたりとか、カールが結構つくかなと思うので、本当に細くすれば。なので140度以下でやるように絶対覚えておいてください。もう200度とか180度でやると本当にタンパク変性が起きて結構取り返しのつかないことになるかなと思うので、本当にダメージがある方、気にされる方、あとダメージ部分切ってくださいって言って、大体いらっしゃるんですけど、で切って、でその後綺麗になった状態でまた180度とか200度で巻いてしまったら全く意味がないので、だからリセットしたらもう絶対に140度以下で巻くようにしてもらえると、本当に髪の毛って絶対変わってくれます。なので、頭皮のトラブルだったり髪の毛のパサつきとか、気になるかなっていうのは、本当にさっきの方法を常にやっぱり続けていくっていうのが結構僕重要かなと思ってて、それを少しでも、まあ、おろそかにしてしまうと、髪の毛ってどんどんダメージが進行してきたりとか、頭皮のトラブルが出てきたりとか、してくるかなと思うので、まあもちろん食生活だったりとかね、生活リズムでも髪の毛で乱れてきてしまうんですけど、しっかりとこう規則正しい生活して、で、今言った、まあ僕らがやってるようなその髪の毛のいたわり方、毎日の、やり方、ルーティーンの方法ですよね、を、しっかりとやってあげると髪の毛だったり頭皮って結構いい状態に保てるかなと思いますので、しっかりとちょっと合わせて、覚えてもらってぜひ実践してもらえたらなと思います。でそうすると本当に髪の毛ってマジで綺麗になってくれるし、本当に綺麗に、誰から見ても綺麗な状態に保てるかなと思うので、より多くの方が髪の毛綺麗になってもらえるような方法を今日はお伝えさせてもらいました。まあ、美容師があんまりやらないことなんで、皆さんも美容室行って多分、ね、そういう風な美容師さんがやると絶対綺麗になるって言うんですけど、本当にいたわって本当に丁寧にお客様の髪の毛を扱っているので、常に綺麗な状態を保ってもらいたいなと思ってやっている方法なので、ぜひ皆さん毎日実践してみてください。大丈夫ですか？はい、じゃあまたリクエストだったりとかコメントもお待ちしております。この動画良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。